こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、高級ルマンドというお菓子を食べたいと思います。高級じゃないわ、贅沢ルマンドだ。ここに商品あるのになんで間違いでちょっと。ルマンドはブルボンのお菓子ですよね。昔通常版は食べたことあります。レビューした動画も確か出してたはずなんですよね。ちょっと詳細は忘れちゃったんですけど、贅沢になる人どういう風に変わるのかな、気になって買ってみました。なんか通常版以外にエチオピアモカと宇治抹茶もあったので食べ比べていきますね。だけどまずは通常版から。やっぱり何事もシンプルなのが一番本質が出ますからね。何を難しいこと言ってんだ自分は。見た目はそこまで変わらない気がしますけど、どうなんでしょうね。もう割ると下に崩れて悲劇になるので、このままいただきます。食べてみたら本当に高級感感じる、高級感感じるっておかしいな、高級感あふれるルマンドになっていますね。サクッという生地の音はもちろんですが、その後にじゅわーっと広がってくるバターのコクや旨味が本当にすごい。サクサクと食べ進められる上に結構あっさりとして あっさりはしてないな、濃厚なチョコレートの味わいもあって、あっさり食べられる商品。あっさりは味ではなく食べられる方ですね。もっとサクサク食べ進めたいなと思える商品になっているなと自分は思いました。それでは別の味も食べてみましょうと思って食べてみると、おお、これもまたすごいなと思います。もっともっといろんな味出てほしいな。詳細についてはこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず一口目に食べたこの贅沢ルマンドをカリッとかじったと思ったのは、通常のルマンドよりも、まあ、裏に書いてあるんですけど、まず大きさが若干大きめになっていて、より歯ごたえやサクサクとした生地の音を楽しめるようになっていた。さらに発酵バター入っていることでじゅわっとコクが強く出ていて、ここはね、そこまで甘ったるくない味わいとよくマッチしています。通常版と比べるとおそらくなんですけど、バターのコクがかなり強めになっているので、あなたがバター好きであれば贅沢ルマンドを食べて高級感を味わってほしいです。そこにで宇治抹茶やエチオピアモカが入るとどうなるのか。まず宇治抹茶なのですけど、抹茶のほろ苦い味わいが口の中にちょっと広がってきて、かなり抹茶の香りを楽しむことができましたね。でクレープ生地もまだ練り込まれているようなのですが、そこはあまり変わらなかったかなと。とりあえず外側のチョコレートに入っている抹茶が非常に口の中で強く主張してきました。ですがエチオピアモカのモカのコーヒー豆の味はその抹茶をさらに超えるインパクトがありましたね。結構ガツンと苦味が来るので、スワちゃんのルマンドみたいな小さなお子様が食べるというよりは、自分もそうですけど、大人の人が午後の優雅なティータイムにつまむためのルマンドになっているのではない、そう思えるような味わいになっています。つまり甘さ控えめなので、やっぱり大人向けのマンドですね。昔ルマンド食べてたよ、たまには食べて懐かしい気持ちになりたい、だけどちょっと味も変えてみたいな、かなり範囲は狭くなっていますが、そうした考えをあなたがお持ちなのであれば贅沢ルマンドエチオピアモカおすすめです。というわけで私の今回の代表は、先ほどからずっと持ち上げているこちらのエチオピアモカのコーヒークリームの香りと苦味がもうドストレートで好みだったので、代表として5点とさせていただきます。それではグラス駅によっても外すなよ。まあ屋根のある駅ばかりではありませんからね。というわけで本日はブルボンの贅沢ルマンドを食べてみた動画でしたが、あなたは通常のルマンドと比べた味の違い気になりましたか？もし気になったのであれば、ぜひ買って食べてほしいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。